人遅刻してるんですけど、アルマジロとヨシコちゃん、はい、今日夜10時撮影開始予定で今10時3分ですね。はい、はい、で俺らは9時58分ぐらいからいましたね。はい、はい、なんていうか当てるゲームやろう突発的に無理やり動画撮るやつねそう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 、アルマジロはこんにちはーすみたいな感じで挨拶してふてぶてしく謝らないあーお疲れ様です帰ってきて、おいなんで遅れてきたんだよって言ったら、いや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 、なんたらしてましたつって言って謝らない。俺もそのパターン。あ、そう、謝りはしない。そうなんか、ね、なんかすごい寝ぼけたから、ね、出ましたああ覗いてとか。そう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 、そういうパターンだと思う。うん、やっぱ本物にしかできないムーブをアルマジロはしますもんね。うん。でよしこちゃんは。すいません子供に時間かかっちゃって、じゃあしょうがないなって終わると思う。俺もそれはそう、うん、すいませんほんと子供がっていう最強パターン、うん、そうそう、でしかも多分事実で、そうで、じゃあしょうがないねっつって終わるみたいな感じだよね多分ね。ね、そうなりそう。さあ果たしてどうなんでしょうか。てかそもそも来るんすか来ない。夜の10時集合で遅れるってイコール寝てない普通あいつら何時に起きてんのかすら怪しいもんね。いやそうっすね、これで来なかったら俺たちなんか寂しいね。ね、1分遅れるたびに100円課金させましょう。あいつらに声コード、そうっすね、声コード 100円課金させましょう。ね、ここで1000円って言わないで優しさっすよね。はい、だってこれ下手すりゃ明日の昼まで連絡つかないっすよ1分で60分で6000円なんだけど、そう昼までってやばくない。だって14時間でしょ、連絡つかない可能性あるからな。とんでもねえ金額になっちまう。予想何分できますか。俺の予想言っていいですか。はい、来ない。YouTube ってつらい仕事だなねえ、動画撮るっつってね、予定開けておいたのにねえ、で仕事だよ本当に職場の人に恵まれてねえよ俺たち。俺夜10時撮影だから9時にスーパー行くと半額弁当売ってるんですよ。はい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 、でさっき急いで「やべ10時までに弁当買いに行かなきゃ」っつって、はい、弁当買いに行って行ってきたんだ。そう、半額の唐揚げと半額のお寿司買ってきました、はい。うん、ねえ、22時集合してなかったらね、それもゆっくり吟味して、あこれも食べたいな、あれも食べたいなって選べたのにね。そうっす、そうっす。うるせねえよな。うるせないっす。マジで来なそうで草。マジで来なそうで草。マジこのシーン動画で使ったろうかな、冒頭に。ねえ、今まででもまあ、これ系はあったけど、でもガチバックではないか。ないっすね。大体3、40分遅れっすよね。そうっすね、うん、大体3、40分遅れっていうのもやっぱおかしいよな。なんかさ、はい、あのグループ YouTuber のさ、なんかあの、はい、なんか仲良し3人組みたいなやつらがさ、解散理由なんか嘘ついたりなんか揉めたりとかこの間してたじゃん。はいはいはい、なんか名前ピヨンだけどとかさ、あの辺の人たち、はい、ね、なんか遅刻癖が一人ひどくてみたいな、はい、すげえわかるっすよね多分どこのグループもあんなもんだよね多分事実、誰かの遅刻癖がひどくて撮影がね、うん、ドタキャンされたりリスケになったりみたいな。いやそうっすよね、なんかこう撮影って結構長めに時間取ってるもんなんだけど、それでも足んなくなることありそうだもんな、うん、今からなんか2時間遅刻されて3時間時間取ってたのにあと1時間で取れるわけがねっつってリスケで、リスケした先でまた2時間遅刻してきてみたいな、一生動画撮れねえってことありそうだもんね。それが 前に、はいはい、タイアップの撮影で、はい、ジュエリーと懺悔のために大阪まで行ったんですよねで12時に確か新大阪駅集合だったのに、ジュエリーと懺悔が、はい、あごめんなさい1時だと思ってましたみたいなこと2人が言って、はい、ふざけんなよと思って、俺東京から大阪まで行って待たされましたからねで12時に約束のはずなのに、あいつらは1時頃に駅ではなく、はい、あ直接スタジオ向かいますっつって直接スタジオ来て、はい、2人ともすっぴんでしたでスタジオで今から化粧しますって2人で仲良く化粧し始めて、おおおおお、こんにちは。こんにちは。うんちしてきていいですか。はい、マイクミュートしないでください。
ちょっとデスクトップごと持ってかないといけない。じゃあその場でしてくださいデスクトップの前に。ああここで？よろしく頼んだ。尊厳が。まあ、いっか。まあ、いただきます。はい。よいしょ。うんこ女来ましたね。ということで正解はうんちしてきていいですかでした。いやわかんねえこれ。これは当てられる人ほぼいないな。いないな。でも部分点もらっていい？部分点もらっていい？謝んないっていう部分点。テストで配当なんか2点の問題で一部まで式解けてたら1点もらえるみたいな部分点もらっていい？これわかる。いやいいな。さすがだな。半分ぐらいやってましたね。うん。でも大丈夫なのかなこれ動画にして。うんちしてきていいですかって。アルマジロちゃんってうんちしないんじゃないかな、うん、YouTube 上では。いや多分お風呂にも入んないし風呂にもあうんちもしないですよ。あそっか風呂にも入んないんだったらうんち してきても大丈夫だ、うん、体汚れないんでこいつは。体汚れないから風呂も行かないしうんちもしない。うん、うん、じゃあ大丈夫だ。たまにはこういうさバカ緩い動画上げるのもありかもね。ありっすね。無編集でこれが YouTuber のリアルだよっつって。あ無編集であげるんだ。ちょっとリスクでかすぎる。まあいいんじゃない。でもちょっと字幕入れた方が面白そうな気がする、まあね、こういう系は逆に確かに、うん、YouTuber のしなんか本当の YouTuber の姿がやばすぎたみたいな。あよしこから大人の連絡が来ました。おすいません子供寝かすのにちょっと手こずってるので先に撮影しちゃってください。土下座汗汗みたいな。なんていいやつなんだ。なんていいやつなんだ。でもやっぱり子供なんだな。あ大変だなお母さんはマジで。まあしょうがないよね。いろいろあるもんね。うんしょうがない。それ許す。うん、でもアルマジロ。てめえはダメだ。ミュートうんこしてるんで伝わってないっす。はい、ミュートうんこ。このカチカチ音もしかしてエイム練習してる？違います俺。なんか指動かしてないとちょっとなんかダメなの。マジでやばい俺。ふお出た改便です。どれぐらい出た？うーんもっさり。色は？色はちゃんとピンク。匂いは？フローラルですね。流した？いやギリ。見ます？見ます。見るんだ。見ます最近あの生物系 YouTuber 見てるんであの抵抗なくなってきました。そういうの。あそういうの抵抗なくなった。そうです。生物としてなんですね。そう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 。あよかった。アルマジロさん。はい。今動画撮ってます。え嘘だ。本当です。遅れて。嘘つき。遅れてきたマジちゃんはちゃんとごめんなさいって言えるかなって。なあ。え本当っすか。うん、本当。ちょっともう一回入り直すわ。じゃあいいよ。じゃあ今のカットしといてあげるからもう一回入り直して。はい。やらせ。すいません遅れました。何してたの？ごめんなさい。ちょっとめっちゃ急いでたんですけど、あのこっちゃんが暴れちゃってすいません本当に。犬のせいにし始めた。本当にすいません。犬のせいにし始めた。今日マジですいません。本当にすいませんマジで。こっちゃんが下痢しちゃって病院連れてたんでしょ。いやそう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 。ピンクのやつとか出しちゃって、ね、マジで本当申し訳ないですマジで。ひどすぎるマジで。大丈夫でしたか？大丈夫大丈夫。あよかったすいません。ちょっと二人とも怒ってなかったらよかったです。あ今度あの菓子折りとか持ってくるの。いやな面白いっていいよな。うん面白いってずるいね。許されるわ。えよしこちゃんはあの子供のお世話してます。あら攻め立てますか？もちろん。おめえよしこちゃんはよ子供寝かせんの大変ですいません遅れますっておばさんに LINE 送ったのによ。おめえはよ、はい、入ってきて開口一番うんこしてきていいですか？どうすんねお前。先輩の顔にクソを塗るってこういうところです。自由だな。撮り終わろう。あ、ガチで撮ってるんですか？え、ガチで撮ってて。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、あね、頭がない。
月食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いける。いける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。